もしかして小学生の時の。お、すげえこと言うなこの子。そういうの恥ずかしがんないんだ。なんか桃トークやった時にさ、先生がさ、もしかして私とムフフなみたいなことを言うとさ、恥ずかしがるじゃん。こういうのはいいんだ。そうだけど何か問題でもある？別にまだ切られるし。何か変、変。お疲れ様です、ムービンです。今回もブルーアーカイブのゲーム実況やっていきましょう。今回は前回に引き続き、ひな委員長の夏休み風紀委員会行政官緊急特務命令というのをやっていこうと思います。前回はプロローグともう1話だけで終わってすいませんでした。でもまあ50分ぐらいかかったんで、まあ、ボリュームはすごい動画になったと思います。今回もやっていきましょう。というわけで、各所で問題発生ということで、まあ、どうしたもんかなって状態なんですけれども、2話はスケバンダ集団はちゃめちゃ本拠地ってことで、これはあれかね、いおりちゃんの視点なのかもしれません。というわけでやっていきましょう。はい、前回と日付が一緒なんですけどね。待って、ちょっと面白いって、あの日付一緒なんですけど、ちょっとスタミナが回復しましたよっていうのをちょっと言おうとしたんですけど、計画は往々にして崩れるものっていうタイトルが、ああそうだなと思って、ちょっとあの私ムービンアラサーなんですけれども、まあアラサーということはね、お仕事をしているということで、まあ皆さん分かってる通り、こちらの動画活動が本業ではないのでお仕事をしてるんですけれども、まあ、計画は往々にして崩れるものというのがね、刺さりますね、やっぱりね、仕事をしている人間に。あのちょっとうおーって思いながら、はい、ちょっとタイトル見てましたけど、やっていきましょう。あのバトルの視点かなと思ったんですけど、ひな委員長さんの視点ですね。まあ、視点っていうか、まあ、正確には先生視点なのかもしれません。やっていきましょう。ホテルに来たんだろうね、多分先生がね。うん、入って、お、準備万端やんけ。あれ先生、ひながいつの間に水着に。そんな大げさな、逆に私の方がびっくりした。その訓練とはいえ、一応海に来たわけだし着替えておこうかなって。さっき着替え中になぜかアコが、せっかくの海なのでって新しい水着をくれたから、そっちを着るって手もあったけど、結局突き返した。そっちの水着も気になるけれども、それさ、待って、よくよく見たらさ、5の A って書いてない？シナさん、マスか、小学5年生から体格が変わってないんですか？それはどうして？またどうして？どうしてって、この水着がもともとあったし、まだ着られるのに何もわざわざ新しいものを使う必要はない。持っているものを再活用した方が効率的。そういう意図でそれを着ることあるの？あの、なんつうんだろう、嫌じゃない？いいんだ、ひなさん的に嫌じゃなければいいけど。別によく見るとそれ、ひらがなの名札ってことは、もしかして、小学生の時の。お、すげえこと言うな、この子。そういうの恥ずかしがんないんだ。なんか、桃トークやった時にさ、先生がさ、もしかして私とムフフな、みたいなことを言うとさ、恥ずかしがるじゃん。こういうのはいいんだ。そうだけど、何か問題でもある。別にまだ切られるし。何か、変。変。言わん方がええのかな。ということは、ひなはまだ小学生の可能性が。何言ってんだこいつ。え、何言ってるの。もう変なこと言うならこの話は終わり。ところで現状どうなんですかって聞いてくるよね。それよりもしかして外で何か起きてる。さっきから少し騒がしい気が。大丈夫、ちょっと訓練の準備でバタバタしてるみたい。そう、ならいいか。ところでひなは今何してたの。特に何も。スケジュール上、午後の歩行訓練まで待機って言われたから。あと4時間弱もあるけど、とりあえず体力を温存しておかなきゃいけないみたいだし。ただちょっとさすがに長すぎる気がして、さっきアコに連絡してみたのだけれど。まあ、長いよね。どう取り繕う先生。でも、アコが間違っていないというなら別に構わない。今回の訓練はアコに全部任せることにしたのだし。任せると言った以上、何かよっぽどのことがない限りは見守る。今までは結構その、私が自分一人で全部決めてきちゃったから。信頼してるんだね。
うん、そうね。普段から風紀委員会の業務全般を管理してくれるんだから、ただでさえ大変だと思うのだけれど。その、アコが やると言ってくれたんだから、任せたい。口に出そうとすると、なんだか変な感じがするけど。そうね、信頼してるから。ただ、ここしばらく忙しかったこともあって、急に待機って言われるとその、手持ち無沙汰というか、なんだか落ち着かない。何もしないでじっとしてるなんてこと、あんまり今までなかったし。だから、その、先生が良ければその、話し相手になってくれる。もう今の時点で、このままあと4時間もじっとしていられる気がしなくて。ああ、もちろん先生もいろいろと忙しいと思うし。じゃあ、イチャコラしよっか。他の面倒ごとは他の雰囲気委員会に任せて、僕はひなちゃんとイチャイチャするねっつって気象先生出てきちゃった。ただでさえこうして風紀委員の合宿に付き合ってもらってるのに、これ以上時間を拘束するのは申し訳ないのだけれど。そんなことないよ、喜んで。ありがとう。あら、ん、先生のスマート。はい、モスモス？結構やばいっすか結構やばいっす、それ。あ、先生。先生、今大丈夫でしょうかダメそうだ。行かなきゃだ。運営の奴らが思ったより厄介で、先生、今からこっちに来られる。どうか委員長にはご内密に指揮をお願いします。無理だろ、それは。それは無理だろ。いるんだから、目の前にひな委員長が。先生、今の連絡は誰から？ごめんひな、急にお腹がちょっとお手洗いに。いってらっしゃい。一時的な、一時的にって感じ。はい、全部先頭あんのかな、これ。これさ、ワンチャンさ、いおりさんだけでよくない？さすがにやりすぎ。そうまでして、なんだろうな、そうまでしてなんか遵守しなくていいか、遵守しなくていい。アコちゃん入れる？じゃあ。アコちゃんは遠くから指揮を取ってるっていうことにしましょうか。はい。これでいきましょう。そうまで乗っ取らんくていいような気がするけどね。ストーリーを踏襲する必要はない気がするが、せっかくなので。これで勝てるならね、これでやっていきたいですよね。はい。属性的にも合ってないんですけど、実は。はい。まあ、というわけでね、ひなさんをちゃんと守りつつ、なんつうの、守りつつというか、働かせずにやっていか、生きたさはありますよね、やっぱりね。はい。さすがに相手にレベル差があるとはいえど、きついかしら。ただ、アコちゃんのバフがあるんで、これでもいけるんじゃない？さすがに舐めっぷすぎか。単純に遅延行為かもしれんね、皆さんからしたらね。長くなっちゃうだけかもしれんから、よくないかもしれんけど。水着いおりちゃんめっちゃ可愛いのは嬉しいんやけど、水着がエロすぎるということと、なんでアコちゃんと、毎回名前出てこなくなっちゃう。千夏ちゃんか、千夏ちゃんの水着がなんでないんだろうね。他のイベントはあるのにね。そうする必要あったんかな、本当に。そういう風にする必要あったんかな、なんだろう、立ち絵にする必要あったんかな。別にみんな水着でええやん。どういう意図やねん、制作者。千夏ちゃんの水着姿見たかったわ、僕は。個人的にはおっぱい好きだから。またそういうこと言ってると怒られるぞ。また泉にバカにされるな。いつも巨乳の女の子が出てくるたびに、おっぱいでっかって言ってるやんって言われたの、めっちゃびっくりしたわ。あの、自覚ないんで僕。いらっしゃい先生。病気やそれは。見ての通り、はい、夏合宿の準備は完璧。何でも言って。いや、ひなさんはもうずっとホテルにいてください。はい、待機なんで。これ命令なんでね、致し方ないよね、命令ってやつなんで。オールフォーフィナ。全てはひなさんのために。オールフォーフィナ。面白いなタイトル。どうにか海辺の騒ぎを収集し、一緒にオペレーションルームへと戻ってきた。とりあえず片付いたけれど、スケバンの方もヘルメット団の方もどうやらまだただの線、読み方わかんねえ、線衛隊っていうの、これわかんないっす。あ、僕と似たような人だった。はい、
つまり先ほどのはただの前哨戦のようです。4時間後の本格的な全面戦争ではあれとは比べ物にならない数が集まるみたいでして、本格的に衝突した時に少しでも戦況を有利にするために地雷とか罠を仕掛けるようにしていたんだと思う。互いに同じことを考えて鉢合わせってところかな。まったく、やはり平和にはすいませんでしたね。っていうかアコちゃん、全然話が違うじゃん。完成な場所って言ったのに。今いない行政官に文句を言っても仕方ありません。ここも一応下平な自治区ですし、とにかく対処せざるを得ないでしょう。ただかなり規模が大きくなりそうですし、これは委員長に報告した方がいいのでは。でもそれだとせっかくの避難のための計画が、まあそれはあるよな。まあそれはそうだけどさ、状況変わっちゃったしな。あの規模が前哨戦だとすると普通にまずい。アコちゃんも手間取ってるみたいだし、せっかくユリが水着まで来てくれたのに。キショいんだけどこいつ。どうした？イベントでもあんまりキショい側面見せてこなかったじゃん。なんでイオリちゃんが絡むと急にキショくなるんこいつ。今それは関係ないだろ。僕的にはチナスちゃんが水着姿じゃないのとアコちゃんが水着姿じゃないのが誠に遺憾でございますけれども、おっぱいでっかって言いたかったんですけれども。せっかくね、自覚したのに、おっぱいでっか構文を普段から言ってるということをとうとうこのタイミングでやっとこそ自覚したというのに、今回言えないじゃないですか。まあ別にね、水着姿じゃなくてもおっぱいでかいけど、ちなつちゃんは。こうなっては仕方ありません。では委員長に連絡を。あこちゃん止めてくるぞ、多分。待ってください。出てくると思った。あこちゃん。あこ行政官。よりにもよって最悪のタイミングで、バンデオミウムソサエティの横槍が入りましたが、ここで諦める私ではありません。こうして委員長を海までお連れすることができたのに、たかがこれ式の障害でチャンスを逃してなるものですか。海岸に集まっているスケバンとヘルメットなについては、情報部に調査をしてもらいました。すでにまとめてありますので、関連資料をデータで送ります。行政官、いつも以上に仕事が早いですね。やっぱり休んでほしいんだな、ひなさんに。まずはスケバンの方ですが、自称スケバン集団ハチャメチャ、これあったね。これは戦闘用のこの和のタイトルじゃなくて、選択する戦闘っていうのかな、なんつったらいいんだあれ、選択するクエスト欄みたいなところで書いてあったね。ハチャメチャと名乗るグループでして、そこの海岸区域には最近にやってきたようです。どうやら1ヶ月ほど前に別の海岸区域でいろいろとあった結果、勢力争いに敗北してしまい、ここへ流れ着いたという経緯のようです。ああ、そういうこと？じゃあこれやっぱあれと繋がってんのかな。見た目が一緒なだけかな。このさ、水着のスケバンってさ、一応出てるじゃん、他のイベントで。でそれがさ、青じゃない、夏空か、夏空のウィッシュリストで出てきたのか、あれがハチャメチャだったのかな。ああ、ヘルメット団はあれかな？僕まだやってないけど、アビドスって確かね、ヘルメット団出てくるはずなんだよ、夏イベね。アビドスの夏イベがあるんだけど、ヘルメット団が出てくるんだよね。これ関係あんのかな？関係なかったらごめんね。そしてもう片方はびしょびしょヘルメット団。以前からずっとホテルの近くのスラム街に拠点を構えていた海辺の問題集団です。すでにどちらも、勢力の規模と装備レベル、数などは全て把握済みです。その上で結論から申し上げましょう。ごくり。ひなさんいらないってこと？あ、いけそうってことか。作戦は続行。委員長には報告せず、私たちだけで解決します。それ、本当に大丈夫か？多分相当無茶すればのお話だと思いますが、ダメなんだやっぱり。本来は委員長の手借りたいけどな。逆にさっさと委員長を呼んで終わらせて休んだ方がいい説ない？そんなことないのかな。スケジュール通りに動いてくだされば、避難委員長が外に出るのは4時間後の歩行訓練から、そして全面清掃が予定されているのはまた4時間後、そこに焦点を合わせて準備するのではなく、その前にスケバン集団ハチャメチャ並びにびしょびしょヘルメット団を撃破します。つまり全面清掃が始まる前に各国撃破してしまおうと。その通りです。できるかこのメンバーで。まあ確かにその方がまだ勝率はあると思うけど、私たちだけで本当に大丈夫？大丈夫ではありません。大丈夫にするのです。そうしないとキモドスが滅ぶんですよ。
ひなさんがストレスをためすぎるとキボトスが滅ぶという話だったからね。相変わらず話が飛躍してるね。だから大げさだって。まあ頑張ってみるけどさ。ではよりはスケバンの方をお願いしますね。千夏はスラム街のヘルメット団の方。それぞれホテルで待機中の風紀委員たちを二つに分けて対応してください。そしてその間、先生は委員長のお相手を。うん、了解。つまり私たちの目指すことは変わりません。まずは今は委員長を部屋から出さないように。そのためにも絶対にこの騒動を気づかせてはなりません。感づいてしまったら委員長はまたきっと働かれてしまうはずです。さあ出動です。すべては避難委員長の夏休みのために。わかったわかった。ふ、行きましょうか。なんか呆れてきたな、だんだん。状況が状況だからもうええやろって、別のタイミングで休み出した方がええやろみたいな顔を二人はしてるね。どっちも無理しないでね。おもろいな。さて、長いトイレから帰ってきました。ただいま。ああ先生、おかえり。ずいぶん慌てて出て行ったけど体調は大丈夫。そういえばそういう設定だった。それにしてもまた外が騒がしくなってきたけれど、戦術訓練、そんなにたくさんの重火器を使ってるの。多分やる気満々なんだと思う。そう、それはいいことね。おかげでこうやって久しぶりに休めてはいるけれど、おっと効果出てるぞ。ちゃんと休めてるらしいぞ。それでもやっぱりこうして窓の外を眺めるだけだなんて。まあ今は先生がいるからいいのだけど、久しぶりに海に来たのになんだかずっと部屋にいるのも変な感じ。ひなはあんまり海に来たことはないの？そうね、まあ避けていたわけではないのだけれど、ただ普段の委員会の仕事が忙しくて、こういうリゾート地みたいなところにはずっと縁がなかった。訓練とか現場視察とかで来たことはあるけれど、あくまで仕事の一環で。こうやって海をじっくり眺めるのも、うん、今思えば初めてのことかもしれない。まあ、こういうことは、まあこういうってことはアコさんの作戦がある種ハマっているってことだよな。悪い方には動いてないね、少なくとも。その先生、どうしたの？先生は海好き？うん、好き。嫌いではないけどちょっと怖いって思ったりもするかな。好き嫌いとかはあまり考えたことはなかったかも。ほーん、なんかそれぞれの選択肢を用意してるね。好きって言っとこう。僕は好きなんで。そうだったら、うん。ねえ先生、アコには悪いけど内緒で。外行かねえって？ちょっとだけ抜け出して二人で海に行かない？海に？どうする？本来ならこれでよかったんだけど、今ずぶ濡れヘルメットなんだっけ、びしょびしょだった、びしょびしょヘルメット団とはちゃめちゃが悪さしてるから、どうしよう。つまり私たちの目指すことは変わりません。今は委員長を部屋から出さないように。すべてはひな委員長の夏休みのために。でも夏休みのためだから。アコは言ってたけど、目的はひなおがゆっくりすること、監禁が目的じゃない。だから先生、ちょっとだけ待っててくれる？あ、うん。もしもし先生、何かあった？こっちは今スケバンの相手で。あ、委員長が海に行きたがってるから今から行く？ちょっとそれじゃ、ああもうとりあえず分かった、こっちは何とかするから任せて。ヨロさんありがとう、行くぜ。よし海に行こうひな。押し付けたら面倒ごと全部。うん、まあ本来はひなさんをね休ませるため、遊ばせるためなんでね、まあ致し方ないかな。やっぱああ、この砂浜の感触、不思議な感じ。あ、足跡が。波が押し寄せていき、引いて。当たり前のことなのに、なんだか不思議な気分。ひなが笑ってる。もうすでに、ここに来てよかった。下にしよう。やっぱ今回の先生、きしょいな。変な感じ。海に来るだけでも、本当に久しぶりなのに。それがまさかこうして、先生と一緒だなんて。その先生。めっちゃ電話が来る。ん？ごめん、ちょっと待ってて。
こちら行政官アマーワコです。全員応答してください。え、この状況で何？こっちは今スケバンの対応で必死なんだけど。状況が変わりました。千夏からの報告で予定より早くヘルメット団が海へと移動しているようです。すいません、なんとか食い止めようとしたのですが、思ったより進撃のスピードが速く、立て直す前に防衛線が突破されました。あの状況では仕方ありません。ああ、もう重戦車なんて一体どこから重戦車なんて追ってきてんの。えぐいな。やむを得ません。計画を少し変更します。いよりをそのままスケバン集団が進軍してしまわないように食い止めてください。もし余裕があれば千夏の方に兵力を、ヘルメット団の方には風紀委員会の残存兵力をすべて向かわせます。一旦ヘルメット団側の対応を最優先で。それから先生。ははい。海に出ているのは聞きました。しかしそのあたりはすぐに危険地帯になります。委員長が巻き込まれないように早くホテルに戻ってください。それは仕方ねえ。先生どうしたの？ホテルから急に連絡があって、一旦戻ろっか。え、ちょっと待って先生、まだ私の話は終わってな、担いでいこう。ひょいっつって行きましょう。はい、というわけで全兵力を向けましょう。昔のイベントだからここら辺は全部あの先生が編成する感じなのかな。本当に重戦車おる。あたらウィーク属性だ。運よく全く相手のこと見てませんでした。さすがに不自然だから気づいちゃうと思うけどな。どうなんでしょうね。はい、さすがにタンクネート厳しいかな。このメンバーだったら全然いける気がする。ていうかこれ逆にあのさっさとスキル打ちまくった方がいいかも。自分の手でこの方が早いかもしれないね。いおりさんマジすごいんですよね。あのキャラ性能的なことを言うと比較的リセマラ上位だと思いますよ。あのこの攻撃がね、当てた相手の後ろ側にも行くんだよね。で攻撃力アホほど高いのよ、いおりさん。ぜひね、皆さんもブラーカやる際はいおりさん獲得を視野に入れてリセマラをするといいかもしれません。まあ、一番はね、あの全知の方だと思うんですけどね。はい、というわけでやっていきましょう。ちょっとなんか今なんか画面が全画面今一瞬ピンク色に染まらなかった。目が一瞬チカッとしたんだけど。いらっしゃい先生、見ての通り、はい、夏合宿の準備は完璧。せやな。何でも言って。いや、もうホテル帰ろう。あ、もう戦闘なの。先に戦闘なん。2連チャン戦闘。え、私クリックするの間違えた。なんかあれ待って、いや、ストーリー読んで合ってるぞ。多分ストーリー読んで合ってるぞ。間違ったかな。間違えたらカットするんだけど、多分合ってるよね。はい、まあ、戦闘シーンはね、ぶっちゃけ喋ることがあんまないんですけど、そのびしょびしょヘルメット団とはちゃめちゃが抗争しているということで、まあびしょびしょヘルメット団はなんか夏っぽさあるよね。でさっきも予想したんだけど、アビドス編、アビドスの夏イベがあるんですけど、それと関係しているのかなってちょっと思ってんだけどね。どうなんだろうね。つんよ、ひよりさんつんよ。はい、ビクトリー。この後クエスト出てくるか、それか僕間違って同じクエストをもう一回やった。あ、間違えてなかった。海では稀によくあること。稀によくあることなんだろう。それからも風紀委員たちは先生と一丸となって委員長のために奮闘を続けた。委員長の休みのために。ふう、やっぱり部屋は少し退屈ね。そうね先生、もしよかったら一緒にこのボードゲームでも。先生、海岸が今大混乱でまずい。助けに来て、委員長にはバレないように。ごめんひな、ちょっと急用で戻ってきたらやろう。あ、うん、待ってる。一応ボードゲームをやろうという気持ちは生まれるんだね、ひなさん。やっとか、海辺のスケバンを片付けて帰ってきた後。おかえり先生、お疲れ様。それにしても、今度は外から爆発音も聞こえてきたけど、これ本当に戦術訓練。まあ何せよ、頑張ってるならいいけど、
なんだか私だけこうしてるのが申し訳なくなってくる。そうだ先生、なんだか暑いし、もしよかったら下に行って一緒にアイスクリームでも。先生、千夏です。現在スラム街近郊でヘルメット団と、戦列かな号列読み方わかんないです、戦闘中なのですが、重戦車の数が思ったよりも多く、このままでは自利品でして、突破口が見つからないので助けに来ていただけませんか。行きましょう。幽霊か幽霊かって何。ひな、ごめん、またちょっと休養が。幽霊か、幽霊力なんだ。幽霊か、下かわかんない。先生、これ怪しむって。先生、いおりの方も千夏の方も先生の状況が怪しいので指揮をお願いできますか。あ、委員長にはご内密に。先生、ピューフなんであいつら海から飛び出してくるんだ。お化けか。先生どうにかして先生、これはもうなんか私のこと嫌いなんかなって思われるでしょ。ヘルメット団、戦車に引き続きオートマタ軍団とヘリを出してきました。一体どうすれば。うっせピュー先生大丈夫。なんだか顔色があまり良くないけど。大丈夫。それよりごめん、ひな、別に、私はシャーレとしてのお仕事なんでしょ。行ってらっしゃい、気をつけて。私はおとなしく待ってるから。うん、頑張って早めに戻ってくるね。はい。そうして、約2時間にわたる死闘が繰り広げられた。死です。ふはあ、皆さん生きてますか。ギリ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 でいつも生きていたいから。ああ、もうなんか僕のテンションもおかしくなってきたね。もう体も水着もボロボロだけど、まあなんとか。ここまでの勢いとは予想外でしたね。ですがこれで、うん、そうですね、スケバン集団、はちゃめちゃ並びにびしょびしょヘルメット団、どちらも完全な退却を確認しました。インターネット上でも全面清掃は中断という話が広まってるようです。無事に作戦終了です。お疲れ様でした。ああ、もうようやく終わった。本当にせっかくビーチまで来たのに大変でしたね。じゃあヒナとボードゲームしてこいよ。風紀委員会の皆様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。これで当ホテルはもちろん、周辺のお店の方々も戻ってこられるはずです。お礼といったら何ですが、今度、当ホテルの管轄区でのオープンを予定している温泉チケットをプレゼントしますので、どうか後日お使いください。いえいえ、私たちはやるべきことをやっただけですから、一応そちらいただくとして、改めまして風紀委員会一同、お疲れ様でした。次の予定である歩行訓練まで、残り約1時間、ゆっくり休息をとっておいてください。ようやくひなと一緒に海辺のお散歩ができそうかな。そうですね、先生もお疲れのところ申し訳ないのですが、委員長のもとへ行っていただいて。お？こんにちは、小行政官、パンデモニウムソサエティです。うん。まあそれなりにしてるんじゃないですかね。海の方にいる皆さんはしっかりと訓練を行っておりますでしょうか。まさかとは思いますが、全然別のことをされてたりなどしていませんよね。なぜ今。ですね、今私たちはまさにその訓練で忙しいので。おや、後ろにいらっしゃるイオリさんはどうして水着を。指が滑りました。こんな時にパンデモニウムソサイティとは全く危なかったですね、より。その、何私のせいみたいな言い方。まあそれにしても相変わらず邪魔ばかりしてきますね。別に水着であることはいいだろう。いつものことだし、アコちゃんなら大丈夫でしょ。じゃあ私はとりあえずヒナの部屋に戻るね。はい、よろしくお願いしますね、先生。でも、もうあいつらは退散したんだし、そんなに気にすることはないんじゃないか。さっきは無理やり中断させられちゃったし、委員長はまた海まで連れて行ってあげたら、もうさすがに何も起きないでしょ。いおり、フラグって知ってますか？私が口にしたからみたいな。
今さら口をつくんでも遅いですよ、より。はあ、それで今度は何ですか？何今度は？何ヘルメットだ？何めちゃ？襲撃です。相手は？ん？純子さん、なんで？ねえ、どうして誰もいないわけ？ここでお祭りが始まるって言ってたじゃん。お祭りと言いますか、全面戦争ですけどね。まあ似たようなものですけど。どっちでもいいわよ。とにかくこの状況どういうこと？ああ、めんどくせえの来た。ああ、めんどくせえの来た。確かにこれでは、今回の目標である夏の海岸やお祭り騒ぎの中で食べる焼きトウモロコシはどうしてこんなにも美味しいのかが研究できませんね。そのお祭り騒ぎって、不良たちの全面戦争じゃないとダメですか？ねえねえ、いつになったら焼きトウモロコシ食べられるの？食べに来たんじゃなくて売りに来たの。あ、売りに来たんだ。わざわざこんな重たい荷物を抱えてここまで来たのに。スケバン集団もヘルメット団もどこに行ったっけ？どうなってるのよ。どうして美食研究家がここに？ボケガスどもが。ちょっと僕はひなさん好きだからちょっと真面目に怒りが出てしまった。真面目に怒りが表側に出てしまった。失礼しました。いらっしゃい先生。本当うまくいきますよ、ね。はい、次が5話でございますね。5話というか5番目でございますね。何でも言って。あ、大丈夫です。あ、もうホテルにいらっしゃっていただければと思いますね。ひなさんにはね。続きはやっていきますよ。ベイ。もう回復しましょう、石使って。もう60割強しちゃったからさ。ごめんね。60割してたわ。招かれざる美食研究会。なんで泉さんだけ水着やねん。出てきた。美食研究会。なんでお前たちがここに。今度は何をやらかすつもりだ。そういえば、あの時見た SNS のアカウントの中に確か、あの、イートお話題オフィシャル。あら、失礼ですわね。私たちは何も事件を起こしに来たわけではありませんわ。そうよ。私たちはただ焼きとうもろこしを売りに来ただけ。食べてるやんけ。売ってんの？なんかかけてる、泉さん。泉さん、違うものかけてる、きっと。トウモロコシ食べてますね。浜辺やお祭りなどで食べる焼きトウモロコシはなんであんなに美味しいのでしょうか。その理由気になりませんか。同じトウモロコシのはずなのに、海辺だというだけで、お祭りだというだけで、あんなにも味が違うだなんて。ただ考えてるだけではありません。ん？仕方ありません。これを解明する方法はただ一つ。そう、試してみればいいのです。じゃあ、あの、試してもろて。つまり実際に作ってみましょうと。ちょうどここで私たち以外のサンプルもかなり確保できそうでしたし。私以外のサンプル、一緒に食べようってこと？全面戦争お祭り騒ぎと形容するにはあまりにも、なんて言うんだろう、あの、何？戦いに慣れすぎてないか。これがキボトスクオリティですか。そういうことです。今日はここで全面戦争があるとインターネットで話題でしたし、海でお祭り騒ぎだなんてちょうどいいなと思いまして。スケバン集団にヘルメットなん、それに結構規模の大きい構想らしいし、見物客もたくさん来るって言ってたし、ここで焼きとうもろこしなんて売ったら大繁盛間違いなし。うん、まあもし売れ残っても私が食べるよ。何言ってんの、売り切るよ。運ぶの大変だったんだから。その構想は止めちゃったんだよね。と思っていたのですが、どうしてここまで閑散としてるのでしょうか。いや、お前たちの事情など知ったこっちゃない。とりあえずお祭り騒ぎは中止になったから、ほら帰って帰った。あらあら、釣れないですね。私たちは美食研究会、美食の追求においていかなる障害があろうとも背を向けるなんてことはいたしません。春菜も言ってる通り、まあそういうことです。それに見たところ、どうやら今は風紀委員長がいらっしゃらないようですし。びく。まずいですね。こいつら本当にやべえやつらじゃん。なんか温情も何もないの。こいつらこんなやばかったんや。なんか出てくるシーンを見れば見るほどこいつらやばいっていう認識が強まっていくんだけど、大丈夫そうです？あの、
春菜さん頭おかしいでこいつら。まあ、確かにな、メインストーリーで宇宙食を食べるために人類の危機だっつってんのに敵の本拠地来るやつらだからな。確かにむしろ程度が低いな程度が低いっていうか、あのメインストーリーの時の方が頭おかしいよな。そうだな、敵の本拠地行くっつってんのに敵の本拠地がほぼ宇宙大気圏に近いよみたいな話を聞いて宇宙食宇宙食っつってきたんでしょこいつら。じゃあまだマシやな。うんちょっと呆れてきちゃった。んせっかくですし私たちの美食への執念改めてお見せいたしましょうか。そうだそうだ、トウモロコシ食べさせろ。愉快だなこいつら。はあ、もうようやく問題が片付いたと思ったらまた面倒な問題児が。風紀委員会行くぞ。はい、はあ、戦闘開始します。ほんとよ、さすがにちょっと人員入れるか。さて誰入れよっかな。はるなさんがむしろ敵側だからは入れないようにして、どうしよっかな。ひなさん入れるとね、ちょっとねあれだよね、あれだよねっていうか、わかりました。じゃあなぜかその場に居合わせた放課後スイーツ部ということであとのメンバーは育ててないからこれでいきましょう美食対決です。まあとりあえずやってみるけど。はい、お願いします。すいません、キャスパリーグさん、すいません、あの急に呼んじゃってごめんなさいね。はい、一応タンクがちょっと欲しかったんでね。終わりじゃないよ、分析完了。じゃあ投げていこう。得意反射ともめ、範囲攻撃えぐつんよ。よし、カズさんで狙い撃ちするか。かっこいい、キャスパリーグさん。マジニャンコとか他のハンドルネーム誰だったんだろう。そこちょっと気になるんだけどな、個人的には。よ、まあ、多分これで一発やな。ふん、よし、あ、オッケー。ボコボコ美食研究会ボコボコなんですけど、今日はいないんすね、あの風花さん。風花さんに焼きとうもろこし作ってもらうとかじゃないのかな。もう夕方になっちゃったやはり先生がいらっしゃる以上厳しいですわね。明るいなお前ま、帰ってください。今回ばかりはまたやりますから、後日美食研究会のストーリー美食追求しますから、今回ひなさん休ませたいんです、許してください。では一時退却ということで。逃がすか。いや待ってください、より。ここで追いかけて事態を大きくしてしまうとそれこそ委員長が気づきかねません。とりあえず大騒ぎにならなくてよかったね、お疲れ様。美食研究会が作る焼きとうもろこし美味しそう。お前のんきやな、下にしよう。はあ、全く先生は。皆さんお疲れ様でした。あら、なんだか疲れた顔をしていますが、どうかしましたか。あこちゃん気にしてな、気づかなかったんだ。そんな瞬間的にやった事態だったというか、なんて言ったらいいの、瞬間的に発動した事態だったのか。なるほど、美食研究会がトウモロコシだかなんだか知りませんが、とにかく改めてもうすぐ委員長も参加される歩行訓練の時間です。各位もう少し頑張りましょう、委員長の穏やかな夏休みのために。はいはい、それはもう分かったから、では戻りましょうか。なんとか。その後、ひなと海辺のお散歩をする名目の歩行訓練が始まった。しかし、そこまでの間に、ひな以外の全員が体を酷使したせいで、ただ歩くだけで各位から悲鳴が上がる阿鼻叫喚の状態だった。そうして日は暮れていき。さて、どうなるんでしょうか。はい。今、だいたい40分ぐらいの収録ではございますけれども、一応ね、分割していこうと思うので、次の6話を見たら終了しようかなと思います。夏合宿の準備は完璧、何でも言って。いや、もう浜辺歩きましょう。ただどうしようかな、放課後スイーツ部のままで行くか、また戦闘あるんか。ちょ、戦闘相手見ないようにしようかな、とりあえず。でももう誰と戦うの、次は誰と戦うの。
じゃないよね。あれじゃん、なんだっけ、名前忘れてた。はちゃめちゃだ。逃げても無駄だ。さて、移動する。なんではちゃめちゃがまたやってきたんだ。なんかあんのかな。一緒に食べよう。おいしい。オッケーオッケー。準備完了。はい、ナスさんに回復してもらって。適当に言うと。逃げても無駄だ。ふんふん。感謝。ふん。感謝。モノマネ下手くそか。一緒に食べる。さ、さて、やべえ、スキル溜まってんのに放置してた。悪く思わないで。よいしょ。これでとどめだ。これで終われ。あ、不発してる。不発弾になってる。バイタル正常。オッケー。さて、もう夜になってますけれども、まだね、これも入れたあと5話ぐらいあるから。今6だけど、7、8、9、10あるから。もう結構がっつり夜だけど、どうなんですか。海辺に夜の帳は降りてかな、帳かな、読み方あれ。アコが企画した浜辺の散歩は結局ほぼ中断のような形になってしまった。なんだかひなて、なんだかんだでひなとも落ち着いて過ごすことができず、何か埋め合わせをと考えて、よし、ひなを改めてお散歩に誘う。スマホでひなの番号を探していたとき、不意にひなから猛トークが届いた。なんて来た？お、来たぞ。先生、もしよかったら少し付き合ってくれない？付き合いましょう。へっへっへ。誰だな、今回のイベント僕きしょいな。逆にひなに呼ばれてしまい、夜の海辺へと向かった。あ、先生、とりあえず少し歩く。無言無言向こうも話し方が分かんないみたいな感じかな。そうやって二人して無言のままどれくらいの時間歩いただろう。あ、綺麗。私なんかと一緒にいてもあんまり楽しくないでしょ。いや、楽しいか。ほら、えっちゃってる。今日一日先生はすごく忙しそうだった。最後に部屋を飛び出る時なんて、ん？あ、最後か。一番最後に行かなきゃってなった時ってことか。海辺に絶滅危惧種の珍しいタコが出たから早く保護しないとって言ってたけど、お、言い訳がありえんすぎるだろ。どう、ちゃんと保護できた？それはその、逃がしました。うん、分かってる。今日は部屋にいる時間が長くって、それでも先生とお話できる間はすごく楽しくって、でもそれはあくまで私のわがまま。そもそも私みたいなつまらないこといたって先生は退屈だろうし。いや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 、そんなことないよ。絶対にそんなことない。ありがとう先生。でもそんなに気を使ってくれなくても大丈夫。いや、本当に嘘じゃない。誓います。そう。もうそんなに真剣な顔になっちゃって。冗談よ先生は。こういう時に嘘なんかつかないってこと、私がきっと誰よりも知ってる。誰よりも知ってるっつってる。若干癒しか女バイゲージ上がってきたぞ。なんかさっきまでねえ、無言とかで過ごしてたから、私なんかとみたいな感じだったのに、急に私がきっと誰よりも知ってるって言い放った。いや、しか女ばいね。ただちょっと意地悪したくなったというか。それはどういう？先生が今日忙しかったのは、風紀委員会の訓練のためなんでしょ？あんなに一生懸命、私たちの訓練のために走り回って。ありがとう先生。私たちのこと手伝ってくれて。わ、バレてた。ひなからこんないい笑顔でお礼を。これがひと夏の魔法。ふざけよ。何その反応。私のことなんだと思ってる。そんなに大げさに言わなくてもいいでしょ。まあ全部が全部事情を把握しているわけではないのだけれど、そういえばさっきみんなやたら土まみれで相当疲れてたみたいだけど、もしかしてそんな激しくしごいてた？まあ、アコのことだし、ちゃんとやってくれたとは思うけど。
ちゃんとはやってないけどな。でもまあ結果的にちゃんとやることになってしまったようなもんだよ。でもそれくらいみんな頑張ってたんだなって思うと、やっぱりこうしてずっと私だけ部屋にいるのはなんだか落ち着かないというか、やっぱりずっと部屋にいるのは嫌だった。もしかして逆に疲れさせちゃったしたかな。一応なんていうか、ずっと慌ただしくて忙しくて面倒なことがいくらでもあるのが常だったから、先生もいなくてここに一人ポツンといるのはその少し寂しいかな。寂しいっていう感情の方が強いかな。別に文句を言いたいわけじゃなくて、もちろん今回の訓練を全部アコに任せたのはあくまで私の判断だし、でも普段あまりにもやるべきことが多すぎたせいか、そのなんて言えばいいのかな、退屈だったかも。そうだよな、逆に部屋にずっといるって言っても暇だよねってのあるかもしれないね。人によるけど。ごめんね、お詫びに行ったわけじゃないけど、ひなは何かやりたいこととかある？やりたいこと一つだけあるかもしれない。泳ぎ方を教えてほしい。泳ぎ方？ひなさんって泳げないの？泳ぎ方？私とのほとんど泳いだことがなくって、スキルとしてかなり未熟で、だから少しでも今回それを鍛えられたらなって、言いづれ、鍛えられたらなってって言いづれな。アコからもらったスケジュール表だと明日の午前中も部屋で待機になっちゃってるから、だから先生、明日の午前中私に泳ぎを教えてくれない？メロメロやんこの先生。もちろん任せて。ありがとう、じゃあ明日お願いね。メロメロといった感じの経緯なんだけど、僕は泳ぎ教えに行きます。あと頑張ってください。アコちゃん大丈夫？歓迎しました。あの委員長がご自分の口で泳ぎたいだなんて、つまりようやく委員長も夏休みを過ごす気になってくださったということ。スキルとか言ってる、スキルって言った？ああ、そっか。ひながってことね。スキルとして未熟だからってことね。スキルとか言ってるし、ちょっと違う気もするけど、確かに珍しいこともあるもんだな。先生も少しは役に立つのですね。見直しました。アコちゃん、若干僕のこと下に見てるよね。なんで？毎回助けてあげてるのに。あげてるとか、恩着せがましいこと言わんでおくけど、毎回力になってるのに、その信用度は何？皆さんの努力の甲斐あって、今回の作戦は間違いなくいい形で進んでいます。さあこうしてはいられません。これで明日の目標も決まりました。明日は委員長が何事もなく泳げるように全身全霊を注ぎましょう。ちょっと疲れてるな、今日のあれがあったからな。絶対トラブルを続けてはなりません。たとえ近づけてはなりません。たとえ皆さんが水底に沈んだとしても委員長をお守りするのです。では明日も引き続き命をかけてください。解散。おもろこれ。では明日も引き続き命をかけてください。解散って、勢いとモチベーションの高さが段違いなんだけど、周りついてかんよそんなん。落ち着けて。命をかけてくださいってなんやねん。おもろ、このイベント面白いな。はい、なんか喉がガラついてきちゃったね。ちょっと後半、文字も全然読めないし、文字読めないのはいつもの通りなんですけど、カメラはいつもの通りなんですけど、だんだん喉の調子悪くなってきましたね。たくさん笑いすぎたんですよね。先生、合宿のスケジュールはちゃんと確認した？合宿のスケジュール。確認したよ。今日もこう、明日泳ぐんでしょ？いいよ。水分補給はこまめにね。ああ、水持ってくんの忘れちゃったな。あ、ひなさん。あ、なんかひなさん、ペットボトル持ってません？持ってない。ああそうっすか。ああ別に何かというわけじゃないんですけど、まあ持ってたらちょっと一口ぐらい欲しいかなって思ったら、えっつって、このトップページ戻るたびになんか若干小芝居入れるの何？
逆に尺伸びてんで、そのせいでやめろって言われそうなんですよ。はい、というわけで今回はこの6話の、アラバ海岸メインストリートまでやりました。ちゃんとしたストーリーのタイトル名ではないんだけど、これこのね、あのクエスト名が。次回は7、8、9、10やっていこうと思います。最後あのエピローグがちょっと長めだったらあれなんですけど、4話なんでちょっと今回もそうですけど1時間いかないぐらいのパートになるかもしれませんが、引き続きよろしくお願いいたします。はい、もうカビカビです。今日はやめましょう。お疲れ様でした。バイバイ。それはどうなんだろうな。